はいみなさんこんにちは高るです今回はこちらのストールを編みました大きさは横幅が約14センチ縦の長さが約128センチぐらいになっています今回春夏用のストールということで少し透け感のある模様にしています 編み方としては4段糸模様を繰り返していますので、あの、割と簡単に編めるかなと思います。よかったら参考にしてみてください。それでは材料の紹介をします。糸の方はこちら、ダイソーさんのサラリという糸になっています。カラーナンバー S6 若草と書いてあります。材質は綿70%、ナイロン30%、 重量は約 25g、約 92m。かぎ針の目安は5合針になっています。バーコードこちらです。こちらを3玉使用しました。かぎ針は5合針を使用しています。あとは、とじ針、ハサミ、マーカーなどを使用しました。材料は以上になります。それでははじめに鎖の作り目を29目作ります。 こちら糸端を手前に持ってきて人差し指にかけますかぎ針をこちらの隙間に入れて手前にくるっと回しますこちら左手で押さえておいて糸をかけて持ってきますぎゅっと引き締めておきますではここから29数えていきます1 1、2、3、それでは鎖の作り目を29目作りました29目目のところにマーカーをつけておきます糸が出ているところのこちらの山にマーカーをつけておきますこちらの山、山を開っていきますのでこちらにマーカーをつけておきます では1段目は細編みを編みます細編みですので鎖1つで立ち上がってこちらのマーカーのところから細編みを編んでいきますでは細編み編みましたら1目目のところマーカー付けておきます ではこちら、山を拾っていきます。細編みばかり二十九目です。こちらの山です。それでは、細編みを一段編んできました。次から模様編みになります。模様編みは四段、一模様にしています。 一段目に長編みを二、えー、目編み入れる模様を編んで、その後は細編みを三段というのを繰り返していこうと思います。では、はじめに一段目、模様編みの一段目です。まず鎖が1、2、3編みましたら編み地をひっくり返して、 こちら1番初めは1目飛ばします1目飛ばしてこちらに長編みをまず1目編みます長編みを編んで鎖1つ編んで同じ目にもう一度長編みを編みます同じ目に長編みです こちら同じ目に長編み、鎖、長編みと編んでいます。次は2目ここからは2目飛ばしていきます。1、同じ目にばし目に目目のとこ目に同じよに同じに長編み、に長編みと編み目に同じ目に同じ同じ目に同じ目に 長編みです。長編み編みましたらまた次は2目飛ばします。1、2、3目目のところに長編み、鎖、で長編み。 ここからは2目飛ばして長編み鎖長編みというのを1段編んでいきますでは1段模様を編んできました最後2目残っていると思います最後は1目飛ばして最後の目に長編みを1目編みますこちら最後のマーカーをつけている最後の目に長編みを1目 一番編み始めと編み終わりは長編み1目で間はこちらの同じ目に長編み鎖長編みというのを編んでいますではこちらからちょっとこちら糸の糸が見にくい目の頭が見にくいですのでマーカー使いながら、えっと、編まれるといいかと思います。鎖1つで立ち上がって こちらマーカーをつけているところが1目目です。1目編んでここから3段は細編みばかり増減なしで細編みばかりです。1目目にマーカーつけておきます。こちら長編みの頭に細編み。 こちらの鎖を前段で鎖を編んだこちらの隙間にも細編みこちら長編みの頭一目ずつ開いていきます長編みの頭鎖長編み 少し横を向けて、こう隙間を探されてもいいかと思います。こちら長編み。鎖の頭。長編み。こちらだけ間違わないように。こちら長編み。鎖。 長編みと1目ずつ拾っていきます。では、こちらえー、と模様一段編んで次えー、細編みを3段、全部で模様は4段です。こちらの4段を順番に繰り返していきます。段数は全部で179段編んでいきます。あとこちら。最初と最後あの？ ちょっとやっぱり見にくいですので、あのマーカーはつけられた方が分かりやすいかなと思います。目数を落とさないようにマーカーつける。こちらもつけたらよかったんですけれども、こちらもつけて編まれていった方がいいかと思います。では、このまま179段編んでいきます。 では、こちら全部で129段編んできました。3。玉目がもうほんの少し残っている形になっています。こちらで終わろうと思います。最後は輪にして糸端を中に入れてぎゅっと引き締めてから糸処理をしようと思います。では、残り糸処理をしてもう縁編みはせずにこのまま使おうと思います。あと、糸処理をしてあの仕上げの方にしたいと思います。 それではこちら糸処理を終えてスチームをかけて仕上がりましたこちらの糸なんですけれどもアイロンをする際は当て布をしてくださいとコメントがありますそちらだけ注意してもらってアイロンの方をかけてみてくださいこちらの糸はあのさらっとした春夏用のサラッとした糸になっています色の方も若草色であのとても綺麗な可愛らしい色だと思います他にもあのたくさん 色ありましたのでよかったらそちらの方もご覧になって好きな色で編んでみてくださいでは最後までご視聴ありがとうございました